ビンゴルスカートを履いた女子2人を発見。おお、ナイス。力強くてびっくりした。コルちゃんが紹介してくれたからこれ買ったんです。フェイスカバー。うん、ナイス。まっすぐ。おお、ちょっと右だけど3打目勝負だね。おお、レッスン受けてます？あ、受けてますね。スイング綺麗だもん、すごく。めっちゃ飛んでますよ、これは。ちょっとティーショット見てなかったからびっくりしちゃった、今ここまで来て。うん、ちょっと引っかかった。まあ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 、ちょっと食い込んでしまったボールのアプローチ。お、浮かしてきました。ナイス。大きかった。いや、でもナイスアプローチです。この食い込みをクリアしました。お、ちょっと早い。早い。お、どうだろう。ナイス、ナイスイン。おびろ。惜しい。ダメだ。ナイス。はあ、はあ。緊張してた。うん。ナイスショー。本番強かったみたいな。わー、うまい。うん、技あり。どうですか、今日調子は。このライから、おお、高さが出てる。いいんじゃないですか。おお、いいんじゃないですか。おお、ナイソンでーす。おお、いいかも。おお、ナイスパー。あ、ナイスパーでーす。どうでしたか、今日のコースコンディションは。バッチリ。バッチリ。最高やった。はい、最高でしたか。ゴルフの方は。ゴルフも、まあまあ良かったです。まあまあ良かったですか。いいメンバーと思われたんで、ね、最高でした。本当ですか。おぉ、抜けた、プッシュ。おぉ、おぉ、抜けみたそう。やったよ。うん、良さそう。左。あ、わー、ちょっとバンカーに。あ、ちょっと悲しい目玉になってます。あ、このチームはいいぞ。面白い。このチームめっちゃ面白い。どうですか、本日の調子は。いや、もうボロボロですね。ボロボロですか、はい。このコースは来たことありますか。1回あるみたいなんですけどね。全然覚えてない。覚えてない。やっぱちょっとトリッキーですかね、ここのホールの方が。ピン位置が難しいですか。ピン位置が難しい。なんかリサちゃんは3パットをオンパレードしてるって言ってて、後半。なんよー、スポーン、スポーン行きましたよ。おー、ナイスでーす。ナイスでーす。ナイス。あれと聞こえましたが、あー、ちょっとバンカーか。でも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 、お、いい感じじゃないですか。あー、惜しい。手前。お、良さそう。あー、やっぱ意外に上げてんのかな。みんな割とショート。頑張ってください。うん、ほー、めちゃ飛びますね。うわ、おー、サブグリーンに。うん、ナイスショー。うん、ナイスです。頑張ってください、最後。
おお。弱いこれ絶対。グリーン手前。今日一緊張しますよ。お。緊張が出ました。うん。どうだろうか。戻ってる？ああ手前。うん。ナイスショー。ナイスオンでーす。お。ちょい右。これいいね。割とノーコックな感じで。あ乗りましたね。ナイスオンです。お。どうだろう。ドロー。あいいんじゃないこれ。あ大きいちょっと大きいけどのカラーくらいですかね。参考回避したね左かな。お、2人はお友達なんですか。ゴルフ友達ですか。そうですね。おレッスンが一緒、会場が一緒。おお、今はもうあのゴルフの練習をやめて、はい、体幹を鍛えることにしました。はい、体幹を整えるように、うん、体幹を で、ね、それでさらにゴルフもよくそうなんです、ね、なるはずなんですけど、ね、私森森ひろさんも一回東京まで習いたい。すごい。一回しか習えないから、うん、その後が見てもらえなくて、うん、結局ズタズタになったんで。そうか、やっぱ続けて。そうだから今、うん、心ちゃんがやってる森森ひろさんのがすごくためになる。本当ですか、うん、じゃあ頑張ってあげます ね。おいいんじゃないですかこれは。うん、ちょい手前ですがナイスです。おうまい。ちょい手前でもナイスショットです。うん、皆さん優秀。ナイスショットです。頑張ってください。第4位の方です。おめでとうございます。ナイスプレーでした。第3位すごいな。前半3バーディー、後半3バーディー、3パットを6回やりました。あのチームすごいですね。ちょっとすごいすごいチームでしたね。ここは36、36、はい、パープレー、はい、ありがとうございます。おめでとうございます。ゴルフバーです。ゴルフバーです。皆さんぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。今日は今日の調子はいかがでしたか。今日はずっと最近握り方を変えてて全然パワーが当たらなかったんですけど、昨日ここにこもって一日中練習していたので昨日成果が出た、少し出たかな。普段はどれくらい練習をされてるんですか。普段は結構バラバラなんですけど、ラウンド後に練習時間でいうと3、4時間ぐらいが平均です。楽しかったです。また福岡来てください。楽しかったですよ。 ありがとうございます。佐賀からちょっと来たんですけど、はい、からですまた来年もまたあったら参加させていただきますので。ありがとうございます。とても楽しかったです。また、今度御殿場で私も決勝大会出たいです。グリーンが難しくてもうちょっといつもの、でも実力出せなかったのかなと思うけど、それでも練習してまたリベンジしたいです。とっても綺麗なとこでスコアはボロボロだったんですけど、リサちゃんと心ちゃんに会えて嬉しかったです。すごい楽しかったです。いつもたまたま同じ組でもやらせてもらったので、来年もぜひ九州の時は参加しますのでよろしくお願いします。熊本にも熊本にもぜひ来てください。